もっと積極的に相撲取ってもいいなと思うんですけどね、徳島は。もっと体を生かしたらもっと楽に相撲取れると思うんですけど。それはね、武蔵丸さんもおっしゃって、まだ体重を前に全部かけてないよっていう、もったいない。まあ多分かけると落ちちゃうんじゃないですかね、本人。ああ、具合が難しいんですかね、かけ具合って。そんなに腰を低くして相撲取るタイプじゃない。耐えきれるか。いいですね。いやもうすごい、うん、すごい動きましたね。こいつも取ってりゃそう簡単に押されないと思うんですよね。徳信鳳勝って6勝3敗、誉富士ここで負けて7勝2敗です。押し出し